60歳からの美顔は武器となるメイクアッププロデューサーの翔子です。はい、完璧にすっぴんですいません、いつもね。今回は、11月のちょっとね、急にこうすっごい寒くなりますよね。そうすると乾燥ね、乾燥してちょっとね、毛穴がねちょっとこう気になるんですね、私なんかは。なので今日は乾燥とね、この毛穴の部分のスキンケアをどういう風にしているかっていうのを、皆さんにご紹介したいなと思っております。はい、ではやっていきたいと思います。はい、今からやっていきます。一番最初にこう乾燥がね、本当にこう寝ながらねちょっとカピカピとか、ちょっとねピリピリとか、すごくこの時期ブタクサとかで花粉症になる方とかも肌がちょっと敏感になってますよね。私も少し花粉症を持っているので結構ね肌が急激に乾燥してきます。そうするとこの辺のね毛穴がね、この辺の毛穴、すごいね気になってるんですよ。なのでもうそれをしっかりケアしていきたいと思います。まずこちらの方ね、これです。でこれ前もね、ここでいいかな、前もねご紹介したんですけど、エレクトロンエプリワン、ね、フェイスオイルっていうフェイスオイルなんですけども、これ2層式になってますね。でこれは電子水っていうのと、テクノロジーがねくっついてるようなオイルと電子水っていうのが混じってる状態なんですね。なのでこれ2層式なので振っていきます。でこのオイルはどちらかというと引き上げてくれる、ね、毛穴をねこうしっとりさせて引き上げて導入のオイルになってきます。そうすると剥奪しますよね。こちらの方にいきます。これねなんかこういろいろ美容オイル使ってみるんですけど、最近これすごい気に入って使ってます。でまずしっかりねつけていきます。目の周りとかね疲れちゃうので、こうねオイル塗った時にこう眉毛揉んだりとかねしてます。クック、特にねこの耳の後ろですね、耳の後ろすごいリンパ詰まってるので、首しっかり塗っていきます。でオイルをね塗ってから、ね、いつもの首水、化粧水ね、これはサラサラの化粧水になるんですけども、2回ぐらいねつけていきます。たっぷりですね。つけていきますね。手も余ったらついていきますね。でここから毛穴がねすごく気になるので、こちらの方のドクターシーラボさんのね VPW ローションということで、ビタミンねがしっかり入っている化粧水で、ちょっととろみがあるんですね。なのでとろみがある化粧水を重ねていきます。そう、副鼻水ねすごい保湿してくれるんですけど、ちょっとこの時期から少しね私の肌にはちょっと足りなくなってくるんですね。なのでちょっととろみのある化粧水、特に今毛穴が気になっているので毛穴用のね化粧水をラインに加えていきます。こう細かくね、特にこの小鼻とかこの頬ですね、ちょっとねこうたるみ毛穴とかになっちゃうと嫌なので、しっかり保湿していきます。まず全体的にはね毛穴と保湿がくっついてるようなものをアイテムとして入れていきます。
ね、この辺とかね、はい、今回ね初めて、登場さすこのディオザリペアショットっていう美容液なんですけども、これもね二層式なのでね、こうやって振って使っていきます。でこちらの方をものすごくね、HIT ペプチドっていうのがすごい入ってるそうです。でこの一滴に対して297だったかな、297兆個が入ってるそうなんです。それでは毌穴がこうね引き締まるっていう成分と、あとねちょっとか肌の中で炎症を起こしてるとこう抑えるっていう成分だそうです。でこの中でもセラミドもしっかり入ってますし、ビタミンね CE ですね、 CE セラミドっていうのがしっかり入ってます。なので毛穴にね効きそうな成分がしっかりねアンティーチョークエキスとかね入ってたので、すごく気になってこちらの方を、入れてみました。まだねそんな使い始めてそんなに経ってないので、どのぐらい効くかっていうのはねまだわからないんですけども、しっかり毛穴対策の一つのアイテムとしてこれ入れてます。こちらの方、おっとスポイドで、で自分の気になるとこですね、気になるところにしっかりたっぷりつけていきます。このね最近頬のねほんと毛穴が気になっていて、不規則になってくるとすごいね毛穴開いてくんですよね。で少しね引き上げるようにして、この辺になったらわかるかな、ピローンってくっついてるのわかる、このぐらいたっぷりつけていきます。でこの時にね朝じゃなくて夜のケアなので、寝ている時にねどんどん浸透してほしいんですね。なのでここで、クリームでね蓋をしていきたいと思うんですけどもね、アンビリオリスモイスチャークリームの方を、ね、目の周りですね、ね、目じわのところにちょっとねしっかり入れときたいです。でそこから全体的につけていくんですけども、この時にねこの親指を顎の下のラインにぐーっと引き上げて、もう顔はねなんていうかな、下げません。すっごいツルツルでしょ。でそこから唇がねやっぱり乾燥してくるので、ミロクの方のねトリートメントをつけていきます。これはねもう監修をさせていただいたので、もう自分のねすごい好みに仕上がっているので欠かせません。はい、ここまでやるとちょっとね頭皮の方もね、いきたいと思いますので、その間もったいないのでね、コットンパックをしておきたいと思うんですけど、でこれをちょっと折りたたみまして、この副鼻水ですね、副鼻水をよいしょ、ね、シートバッグしてもらってもいいんですけども、でね結構ねペタッと、ちょっとねこうやってつけてあげて、こちらの方ねレディースのちょっと育毛系のエッセンスの化粧水ですね。こちらの方がヒアルロン酸がね結構入ってるタイプなので、ここにちょっと自分の気になるところとかに
けていて、まあ5点ぐらいかな、1、2、3、4、うん、この頭頂部の周りかな、しっかりつけていただいて、でちょっとねこうやってマッサージブラシでね、すごい疲れてる時は自分のねなんかこうご褒美的に優しくしてあげると、すごくね次の日の肌すっごいエステ行った時ぐらいのツルツルになっていくので、よいしょね、こんな感じかな。もうでこうゴールデンポイントに向かってキュッとねやるだけですっごい気持ちいいので、これでしっかり眠りたいと思います。なのでちょっとね自分のお肌のね部分でやっぱ乾燥してきてとか毛穴が気になった、で気になりだしたっていう時にはすぐケアをしていただくと、ねすごいひどい状態になったから戻すのすごく大変なんですけども、気になり始めたらちゃんときちんとねその個々効くものを使ってあげるといいと思いますね。もう本当に今からの季節は本当急激に寒くなって乾燥がすっごい強くなってくるのでね、その前に、11月っていうのはねちょうどこう急激に落ちてくるところなので、まずね保湿であったりで毛穴が気になる方はこういう毛穴ケアっていうことを一緒にねやっていてみてはいかがでしょうか。もしね、こう気になる方はぜひね下に商品の方も載せておくので、ちょっとね使ってみてはねどうかなと思います。じゃあ皆さんね冬のね乾燥に負けないお肌を今作っていただいて、過ごしましょう。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったら高評価ボタン、ね、登録ボタンよろしくお願いいたします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。